何かけた俺、やべえ、糸が持つかこれ、このパワー。こんにちは、バスデーフィールドスタッフのアマンです。今日は宮崎の中規模小規模河川でのレンジバイブのを使った平積み、こういう砂浜でのレンジバイブの使い方をシチュエーション別で解説していけたらなと思っております。時期は秋に入ったばっかりなんで、まだマイクロベイトも大きいベイトも様々なベイト食べてる時期なんで、使い分けながらレンジバイブで平鈴木釣っていけたらなと思っております。よろしくお願いします。シチュエーションとしては下げの2部ぐらいです。真ん中にがちょうど馬の背になっていて、右と左に流れが分かれるような形になってます。で、右の流れ、浅いところから深いところ、もしくは馬の背からの流れ込み、手前側のブレイク、そういったところを狙っていきたいと思います。ルアーは55の ES、 水深本当に50センチぐらいなんで、ね、こういったところでボコンとランカー出たりするんですよね。レンジバイブ基本的には、まあ、アップもしくは平行に投げて、こういう流れの速いところだったらドリフト、そのままドリフト、次にあとはもうアップに投げて着底からのリフト&フォール。想定するヒットポイントが50センチないぐらいなんですよね。そこで、まあ、流れ速いんですけど、あえてボトムよりも浮かせた状態で魚に口を使わせたい。それと小さいレンジバイブ55を使うことによって、こういう速い流れの中でも食いミスを防ぎたいんですよね。もう小さいルアーで口の中に入れてしまおう作戦です。まだ釣ってないけど偉そうなこと言いますけど、手元に感覚が来ない時、バイブのそれでもルアーはちゃんと動いてますので、そういう時に逆に釣れたりします。何投目だ、これはヒラじゃない、これはヒラじゃない、スケホロ強チャート、ヒラ鈴木。まさにさっき解説した1回目のリフトはブルブル感じたけど、2回目のリフトで感じなかったところでフォールでドン、よいしょ、ちょっとでも元気なうちに返してあげたい。いきますよ、大丈夫ですか。はい、バイバーイ。来た来た来た、ほらドライツさん、釣った感じ。あ、抜けた。近距離戦になればフォールとスイミングの強いバイブレーションで、遠距離戦の時、まあ、ポイントが遠いところの時以外はジグは使わない感じですかね、僕は。そしてジグよりもゆっくり見せてあげたいとき、ルアーを。ジグだとどうしてもただ巻きしたらボトム付近だし、動きが素早すぎる場合、ベイトボールの中をゆっくり漂わせたいみたいなときはもうバイブレーションでゆっくりリフト&フォール。全然
全くですね。もう本当ブレイク沿いを流してるだけです今。来た来た来たよ来たよ。何かけた俺。やべ、糸が持つかこれ。このパワー。あ、外れた。あ、釣れちゃった。釣れてた。救急言ってます。はい、救急言ってます。ちゃんと返します。はい、夜が明けて次はサーフ。こちらの方で電磁バイブを使ってタチウオや青物、大ニベなんか狙っていきたいと思います。波とか風の状況によって電磁バイブを使い分けながら攻略していきたいと思います。ナブラで出した。やだ、これについてるかどうかなんですよね。あれを食うやつについてるやつを狙ってるんですけどね。タチウオですね。あ、違う、ニベ。はい、大ニベの赤ちゃん、レンジバイブ70の TG、 これが大きくなったやつを狙っていきたいと思います。はい、バイバイ。さあタチウオちゃんです。いや、最初はちっちゃいけど、ちっちゃいですが、はい、かわいい。いわゆるヒモたち。あ、食ったいますな。すぐ当たる。来た。おー、何でしょうこれは。サメです。波と一緒に寄ってこい、寄ってこい。よいしょ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 、よいしょしょ。レンジバイブシャーク80ES でございます。重たい。はい、サメくんバイバイ。はい、レンジバイブのメリットなんですけども、他のバイブレーションにはないこのナイフエッジが生むナチュラルな波動でいろんな魚をターゲットにできます。ゆっくりとリフト&フォールしたり、そういったナチュラルな使い方ができる。タングステン入ってるタイプだったら飛距離も出る。そういった感じで ES の時、TG の時で使い分けしていただけるといいと思います。カラーチェンジ、ゴールドグリーン。見え。お、お、あ、釣れてんのか。来た。しました。早速1投目。なんかおかしいぞこれ。
脱？脱？あ、違うわ違うわ、尻尾にかかってるんだ。よくあることですが、食い間違い、食い損ない。1投目ゴールドグリーン、おわ、食った。ゴールドグリーン、タチウオ大好き。やばい、カラーチェンジした。入れ食いですよ。逆に使えんなこれ。タチウオめっちゃ釣っちゃうことになりますこれ。あ、完全に口がかり。今日というこの今のタイミングが一番ゴールドグリーンがハマってるのかもですね。お友達です。お友達です。いや、連発困るんですけど。はい、というわけでレンジバイブ、シャープや加工でいろいろ使ってみましたけども、タチウオ3べ、2べ、ヒラスズキ、まあいろんな魚釣れたと思います。このレンジバイブの特徴なんですけど、フォール姿勢、細かいフォールしながら落ちることと、スイムしてる時も細かく細かく揺れてくれます。この独特のバイブレーションが魚、肉食魚を魅了して口を使わせます。飛距離も出て、ボトムも分かりやすい、地形を把握しやすい、こういったことでレンジバイブサーフでも大活躍しますので、ぜひお使いください。